ワールドアダルトサテライト。このコーナーでは普段ニュース番組では取り上げられない大人のニュースを紹介します、はい、今回はこちら、イギリス最大のチンポを持つ男がその悩みを綴った自叙伝を間もなく発売。イギリス最大のデカチン男として知られるマットさんが、そのデカチンすぎる悩みを綴った自叙伝を出版することを明らかにしました。そのサイズは驚愕の31センチ。大きすぎるゆえに悩みは尽きず、これまでにもテレビのインタビューで元カノが勝手にチンポ画像を見せびらかす、コンドームをつけるとめまいがする、常時勃起してる変態と誤解されてヨガ教室を出来になったなどの悩みを取ろう、そんな珠玉のデカチン話が自叙伝にも収録されるのではと期待されています。ということで31センチ、めっちゃちっちゃい人とめっちゃでかい人、どっちが悩みが強いんかね。大きい方な気がしますね。なんか大きいとさ、もう隠しきれんもんね。31センチもあったらさすがに女性の方に入れないというか、だからその女性に関してもなかなかその分けられるというか、できるのかな、分からん、できるのかな、どこまで入るんだいって感じですよね。でもなんか最近お会いするセクシー女優の方は、いやもうでかくなくていいよっていう人もいる、まあ、でも以前ゲストで来たセクシー女優さんも何人か言ってた気がします。言ってたよね、大きすぎても困る、困る困るっていうのはあってたから、はい、ってなるとよ、大きい方の方が結構悩み多いんじゃないかなって月森は予想します。どうなんだろう。お胸とかだってやっぱでかいの好きやん、男はね、好きやけど、でかすぎた時の悩みもあるやろうしね、女性からするね。そっか、確かに、そういうのもちょっとね、今回聞いていきましょうかね、はい、はい、それでは始めていきましょう。ボイズハート放送局、ほなほー、月森ねねです。トイズリは南海でございます。芸人と声優が大きなお友達を作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきますということでございます、はい、今日はこの後ゲストがいらっしゃるということでございます、はい、うんうん、なんとセクシー女優の宝田もなみさんが出てくださるということでございます。嬉しいじゃないですか。アイカップ100センチの美爆乳。いや俺、僕もあのセクシー女優の方に、はい、も共演させていただいております。もう本当に4つレギュラーがありますからね。エロ番組やけど、はい、そうです。ただ初めてなんですよ。初めてお会いする宝田さんは、うん、もちろん映像ではね何度か見させていただいてありますけれど、ただやっぱ生で見るのは初めて、ね、本人でございます。嬉しいですよね。いろいろ聞いていきましょう、はいはい、番組の感想はハッシュタグトイズハート放送局でお待ちしています。それでは今日もあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局、改めまして月森ねねです。南川でございます。今日のゲストこの方です。こんばんは、宝田もなみです。あ、宝田もなみさん、よろしくお願いします。宝田もなみさんは宇多田ヒカルさんに声が似てるんですよ。はい、あ、知ってくださってたんですか。もちろん、もちろん、もちろん。いや、いや、聞いてて、言われます。言われます。あ、言われますよね。すごい言われます。いや、言われますよね。俺聞いて、あ、似てるなと思って、うん、はい、嬉しいです。とんでもございません。とんでもございません、はい、どうでしょう、なんてお呼びしたらいいでしょうか。そうですね、うん、まあ、いろいろ言われるんですけど、うん、まあ、モナパイ、モナパイね、モナパイ、モナパイちゃん、モナパイ、モナパイちゃんでいいですか。いいです。呼ばせていただいて、モナパイちゃんはね。どうでしょう、ラジオ、はい、出演的には何度かあるんですか。何度か、でもほとんどなくて、うん、はい、ラジオはもうすごいいつも聞いてる側なので、うん、ラジオ、うんうんうん、嬉しいですね。どんなラジオ聞いてるんですか。いろいろ聞くんですけど、うん、でも本当にいろいろなところで聞くんですけど、はいはい、これおせちとかじゃなくて、はい、復習ラジオめちゃめちゃ聞いてます。よかったですね。あんな違法媒体よ。あんな違法媒体よ。マジ、ほんと、結構当初からチャンネル登録してます。復習ラジオ、はい、嬉しいこと言ってくれるじゃないですか。爆上げっすね今。嬉しい、復習ラジオ、スーパーサンスケ喜びますよ。あ、そう、サンスケさんも、はい、実は1回だけ、うん、なんか飲み会でお会いしたことあるんですよ。あ、すみません。
芸人の知り合いじゃ結構いるんですか。めちゃめちゃいます、ね、これは腕が鳴るぜ。誰かな、お前ら今ヒヤヒヤしてるやついるだろう。腕が鳴るぜこれは。そうなの。じゃあお笑いライブとか見に行ったりするんですか。もともとお笑いで育ってきてるので。じゃあ、ちなみにこれはもう全くあれで、はい、リアルに好きな芸人は誰なの。好きというかファンやった、うん、これもリアルにカタツムリです。うわぁ、カタツムリさん。もうアゲアゲで育ってるので私は。アゲアゲだな、はい、アゲアゲカタツムリさん。ちょっと世代わかるよ。いや大丈夫です。カタツムリさん、しかもそれは2人の時でしょ。2人の時、2人の時やんね。復活ライブも見に行ってます。ああ復活ライブね、はい、そうカタツムリさんという人がいて、はい、あの荒引きだ僕が出てた時とかに、うん、あの本当破天荒漫才で結構有名やったんですよ、うん、林さんという方が、うんうん、林さんと本マグロさんね、本マグロさんでやってたんですけど、あの本マグロさんの方がなんかね、ご実家がなんかちょっとお店をやってて、旅館かなんか、うん、お店かなんかやってらっしゃって大変やからちょっと一旦やめるみたいな。あ、林さんがピンになって、はいはい、でなんかいろいろ苦労してて、めっちゃ荒引きだの時はもうスター で、うん、あ、そうです、この人は間違いなく売れるって言われてましたよね。言われてた。舞台でも天下が取れるって、うん、そうでしょ、すごい言われ てすごかったの林さん。めっちゃおもろくって、そうで俺もなんか荒引きだの時にわ、この人は売れるんやろうなって、この吉本の政党入ってるというか、みんなからも好かれてるし面白いよなっていう、いろいろあって、で撮るようになって、で今復活して、うんうん、であの滝上さんとあの SNS 上で、あの流れ星の滝上さんと SNS 上で喧嘩してちょっと炎上して、あ、でそれ僕はあの工場委員会で連れて行ったら、うん、ちょっとなんか叩かれる。林さんっていうね、申し訳ないですよね。さすが南川さんが取り上げてくださって、ね、あ、片つぶり目線で。セクシー女優歴はどれぐらいになりますか。もう7年目ですかね、うん、7年目になるということでございます、はい、ので、はい、どう、あのさっき冒頭であった、はい、あのおちんちん30センチ、高畑さんは、はい、そのおちんちんに関しては、はい、大きいのがいいとか小さいのがいいとかあるんですか。いや、適度がいいですね。やっぱり小さいのはダメ、あまりにもちょっと、うん、ん、入ってるか分かんないなぐらいになっちゃうと、はい、うん、他のところでカバーしてくれればいいかな。あ、それ言うんですよね。それを言うんですよ。他のところでカバーしてくれればって言うんですよ。その他のことをしっかり教えてよっていう、こっちはやるかなっていう気持ちはあるんです。何をすればいいんだいっていう、何をすればいいのかわからないっていうのはありますよね。他のところでですよね。でもまあちっちゃい分には頑張りようがあるんですけど、うん、大きいとやっぱり入らないという物理的な問題があるような気がしますね。そうよね、はい、30ってなかなかよ。いや、すごいですよ。高畑さん的に、まあ、あんまりあれですけど、はい、一番今までで大きいなこの人っていうのはあります、経験。なんかあの入れてはないんですけど、うん、いろんな男優さんとかで、はい、あの舐めるのももうちょっときついぐらい、これよりあるかな。うそ、この今ペットボトルの500ミリリットル、まあ、これぐらいかも。だってさ、ペットボトルなんて入んないでしょ。ペットボトルは入んの。ギリ頑張ったら口に入るぐらい。ああ、そうね、頑張ったらね。でもそれ本当にそのレベル、そのレベル、はい、いや、そんなわ、すごい。南川はもうキャップもないです。南川はもうキャップもないです。祈祷がキャップ同じサイズかもしれません。まあすんませんね、本当に。まあそんなこんなで、高田さんにいろいろ質問していくということなんでしょう。はい、今回ですね、うん、高田さんは初登場ということなので、うん、恒例の企画を行います。これね、本当に答えられなかったら答えなくてもいいんですよ、はい、できたらでお願いしますよ、はい、いきますよ、うん、高田もなみに聞きたいセブンクエスチョン。これから高田さんには7つの質問をします。テンポよく答えていってください、はい、それではセブンクエスチョンスタート。クエスチョン1、チャームポイントは？ぷっくりにゅうりん、ぷっくりにゅうりんね。クエスチョン2、今一番欲しいものは？お金と時間がある友達。何が時間がある友達。クエスチョン3、好きなおちんちんのタイプは？カチカチ、カチカチね。クエスチョン4、忘れられないセックスは？お、催眠セックス。お、クエスチョン5、セックス中に言われたい一言は？あ、ちっちゃい声でボソッとつぶやく、かわいい。かわいい、あ、なるほど。クエスチョン6、南川さんに聞いてみたいことは？フリーになって新しくやりたいことありますか？あ、むちゃんとした質問ありがとうございます。最後クエスチョン7、口説かれた芸能人は？役者、アーティスト、芸人。おー、めっちゃいるな。いやいや、でもさ、やっぱり口説くよなとは思う。
なんでさ、なんでさ、まあまあこれね、まあ最初からとりあえず行こうかな、はい、うで後でちょっと、ね、あとはもうごめんな、1から6までもういいさーっと言って、もうさらっと行くね。チャームポイントブックリニューにパブックリニューにはやっぱりもうそれはもう間違いないですもんね。はい、あでもこれ 2個目聞いたんだよな。一番欲しいもので、はい、お金と時間がある友達、はい、これどういうこと？そうなんですよ。うん、なんか友達はいっぱいいるんですけど、いそう、うん、はい、時間がある人は金がないですよ。それはもう真理よね。もうしょうがないじゃないですか。お金がある人は時間がないんですよ。お金がある人は時間がない、そうね。だからもう結構基本的に自分がやりたいことやろう、友達を誘ってやろうと思ったら全おごりするってことが多くて、あーそっか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 、え、全おごりってさ、え、友達やんかって言って、はいはい、で、まあ、それは同性異性 も両方です、両方あったとしてさ、はい、その友達はさ、まあ、先輩後輩でもないわけやから、さすがに割り勘にならない？いや、それが、うん、まあ、もう明らかなお金のパワーバランスがあるなっていうのは分かってると、うん、まあね、まあ、さんがしっかりしてるっていうのもあるかもしれないけどね。そうなんですね。でも一人は寂しいから誰かの人は一緒にやりたいね。でも旅行とか一緒に行きたいじゃないですか、うん、友達と、うんうん、でも旅行がやっぱり難しいというか、旅行はむずいよね、うん、だって友達と旅行行くってなって、うん、まあ、時間がある友達はお金ないやんか。そうなんですよ。だからその場合さ、多分2泊、まあ、1泊2日で温泉行こうとか、例えば箱根で行くましょうだった時に、はい、全おごりするってこと？全おごりする、本当にそんなこと行きたかったら。あ、まあまあ、あ、そうね、はいはいはい、だからさ、いや、お金ないよっつってね。後輩やったらなんとか納得できるのよ。こっちが連れて行ってるし、怖いから俺は全おごりするけど、うん、やっぱ友達やった場合ちょっとね、見て違和感は残るもんね。確かにな、それはそうだ。そうか、後輩とかいない、はい、以来というか、あの芸人みたいに後輩結構いっぱいいたりとかするんですよ、うん、あ、まあ、そうですね、セクシー女優でのそうね、そうなんですよ。だから、まあ、セクシー女優の方だったら、まあ、そんなことは ないんですけど、まあ、それぞれ忙しかったりとか、意外とね、都合が合わなかったりするんで。なるほどね、はい、一緒にいたいってことですよね。うん、そういうことですよね。募集中です。募集中。なんか与沢翼しかいないんじゃないですか。お金と時間がかかあるって。与沢翼が時間ないか。ないかないかないや、確かにないよね。お金持ってる暇なやついないよね。いや、あんまりないですよね。不労所得の人ね、うん、好きなおちんちんのタイプは、カチカチ、カチカチカチ、やっぱ硬いのがいい。硬い方がいいですね。硬い方がいいんですよね、うん、はい、でももう本当僕も最近感じます、ね、年齢とともにやっぱり柔らかくなってくると思う。あ、そうなんですか。若い時のカチカチさんがもうね、かか なくなってきてるような気がしますよ。実感してるんですね。実感してます。さあ、そして忘れられないセックスは、うん、催眠セックス、はい、これはどういうやつでしょう。これは、うん、あの、まあ、過去にそういうのをしようとしてきた人がいるというか。え、これって、はい、いわゆる作品ではなくて。ではなくてですね、もう、仕事をする前で、デビュー前で、その時は、まあ、いろんなこと知らないので、はい、なんか何してるんだろう、始めるんだろうと思ったら、最初にまず多分なこういうあの、うん、指をくっつけるとか。指をくっつけるよね。やりますやりますやりますよね。で、その間もなんかパソコンからその人の、うん、なんとかヘルツみたいな。おお、ちょっと待って、その人ってさ、はい、結構催眠術師としては有名な人？催眠術師とかじゃないんですよ。あ、じゃないんや。あ、はい、一般の人で。一般の人です。そういうこと、そういうこと、そういうことね。分かる分かる、はい、なるほどね、一般の人で、はい、なんかできると思い込んでらっしゃる。あ、なるほど。なんでそんな人とさ、そこまで行くの？なんかやっぱちょっとこれは自分の悪いところなんですけど、うんうんうん、なんか面白そうっていうのが先行しちゃうんですよ。はいはいはい、ちょっとどうなんだろう。そうですそうです、うんうん、一旦行ってみようみたいなのがあるんで、うんうんうん、そしたらもうずっと最初から何にも触らない状態の時に、うんうん、乳首だけでいけるみたいなこと言われて。なかなかの理由ね。10カウントするから、うん、ゼロになった時にいけるみたいなことまず言われるんですよ。でその人が乳首、うん、私の乳首だけを触りながら、うん、10、9、8みたいなカウントダウンしていく。でどうなんのこれ。ゼロの時にもう仕方ないから、うん、行ったふり。でもそうなんで、ね、いやいやそうなんで、ね、いやいや催眠術ってでもそうなのよ。アプローチなのよ。こっちも寄り添わないといけないんですよ。こっちも寄り添うっていうか寄っていかないといけない。本当にかかる人はいるんだと思います。そう、ほんまにかかる人はいんねんで、うんうん、いんねんで、いんねんけど、そのなんて気持ちがいやかかんないよって言ったらもう絶対かかんないわけ。それはなんかよく聞きますね。そうそうそう、途中から自分でカウントダウンしてって言われて。これすごいよね、大変よね。めっちゃおもろいやん。でも笑いをこらえるのに必死ですけど。あ、そういう意味で忘れられないね。忘れられないです。気持ちよすぎてる。じゃあリアルにあのセックスだけで
たら気持ちよかったんですか、気持ちよくなかったんですか。あ、それはちょっと気持ちいいとかじゃなかったですね、うん、聞いてました。意識が違うところに行っちゃって、お元気ですか。え、それ以来会ってないですか。全く会ってないです。あ、そうなんだ。怖いので。怖い、すごいよね。そして南川さんに聞いてみたいこと、フリーになってやりたいことは、うん、あ、僕はもうね、もう NG なし芸人ですから何でもやりたいですけれどもね、うん、基本的には、うん、どんな仕事もやりたいなと思っておりますから役者業とか、ね、あ、いいですね、そういうのもいろいろやりたいとどうしたんですか。マジそんなことどうでもいいなと思った。もう最後気になっちゃう、そうそうそう。さあ、口説かれた、皆さんお待たせいたしました、はい、すいませんね、口説かれた芸能人ということなんですけど、まず役者アーティスト芸人、これさ、はい、飲み会で知り合う方が多いんですか、それともこう例えば DM とかなんですか。両方ありますね。ちょっとその一人ずつ聞いていきたいんですけど、まず役者口説かれただけやんな。口説かれただけでしょ。これは役者アーティストやめとくか。役者アーティストやめとくか。そうですね。役者アーティストはもう怖いもんな。芸人だけでしょ。どうせもこれまだピー出る可能性あるけれども、芸人俺は当てますよ本当に。え？当てれると思うんですよ。はい。口説かれた芸人ですよね。はい。うん、あ、なるな。うん。でも何人ぐらい、何人ぐらいいますか。なんかそのどこまでを口説かれに入れるか。オッケー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 。だから、なら二人で飯行こう。二人でどっか行こう。これはもう。その誘いはもう口説かれてます、うん、なるほど。それにしよう、なるほど。2人でご飯行こうは、だからみんなでご飯行こうはまだいい。あ、はい、うん、2人で行こうっていうのはもうこれは口説かれたに入れましょう。なるほど、はい、そうしたら何人ぐらいですか。そしたら3、4人3、4人かな、分かんないです。3、4人でしょ、うん、漫才師ですか。そんな絞ります、はい、そんな絞ってきます。もちろん絞ります。コントですか漫才ですか。まあ3人いるかな。ちょっと、うん、ちょっと難しいな。この芸人さんも結構幅が広いんですよ、うんうん、なるほどな。なるほど。幅広いとはどういう幅ですか。あの芸歴、芸歴も、芸歴、はい、芸歴も、あ、幅広いですね。し芸歴、あとは芸歴、あとは芸歴ってことさ、じゃあ一番上でしょ、一番上にしましょう。一番上の芸歴でしょ、はい、一番上の芸歴は 何年ぐらいの芸歴。いや、わかんないです。わかんない、正直わからない。わかんない。今テレビは結構出てる。出てはいると思います。うん、出てはいると思います。はい。MC とかしますか。MC しないです。 MC はしない、うん、これかなり怖いな。南川より先輩ですか。はい、先輩よね。そうよね。今は吉本ですか。吉本じゃないです。吉本じゃないか。これでだいぶ絞られる。 OKOK。 なるほどね。じゃあその人と知り合ったきっかけは。あ、友達の紹介。友達の紹介か。これは厳しい。難しいですね。難しいな。ちょっと待って、もう一個だけいい。追加で。その人って体張る系。あ、張るかもしれないです。どうでしょう南川さん。そうね、難しいところですが、もしこれで当たってたら、はい、あの当たってますって言ってください。もうどうせピー入れますけど、はい、まあ難しいな。うわ、誰やろう。ひごさん。あ、違います。あ、よかった。よかった。皆さん違いますよ。よかったよかったよかった。はい、もうじゃあちょっとわからないままにしときたいですけれども、はい、ちょっと待ってな。その人とは結局あれですやったんですか。これはこの反応はそういうことですよね。ちょっと待ってよ。この時が一番楽しいんですよね。この時が一番楽しいんだよな。ちょっと待てよ。その人は、コンビというか、はい、グループそれともピン。ピンですね。なるほどね。ピンね。かなり絞られてる。かなり絞られてる。ね、その人、ちょっと作家の人も一つ答え言える権利ください。ねねちゃんも権利言っていいよ。誰でも、南川さんより先輩で。全然先輩と思う。多分50代やと思うね。俺の推測言って50代で体半年でピンや、誰で。吉本じゃない。吉本相当絞られるよ。作家さんはさ、もう芸人なんかもめっちゃ知ってるから、ね、もうね、お詳しいというかね、番組もね作ってる。いい答え出すと思う。いい答えというか、いや、むずい。むずいよね、でも確かに。これでも絶対わからんと思う。これ出しても多分わからんと思う。あ、そうか。あ、正解です。え、おー。俺は全然ないと思った。え、全然ないと思った。あ、そうか、そうか、そう
かそうかそうか、まさかの、あ、全然わからん、あ、全然わからん、これはわからんわからん、よかったよかった、全然わからん、全然わからんし、俺もでも一瞬答え見た時に、あ、あるかもって思ったの。すごい、作家さんが出ました、すごい宝田さんが口説かれた芸人さんを当てました。いや、これは、ね、意外な回答でございます。意外やね、意外でした。意外意外意外、イメージがないですね、そういうなんか、うん、ね、イメージないね。あ、そうなんですね、イメージないないし、まあ、あるから人としたらあるかもしれないけどね。宝田さん、はい、セクシー女優と並行して、これあの桃永パインさんですか、はい、名義でオカルト美術活動っていうのは、これはちなみにどういう、具体的には、これは、うん、私が言ったことは一度もない、勝手にウィキペディアに書かれてる。ほう、どういうことどういうことどういうことなんかオカルトが好きなのは、うん、あの都市伝説とか、うんうん、オカルトとかそういうのは好きなんですけど。あ、そうなんや、はい、で美術大学を卒業してるので、あ、はいはいはい、美大卒なので、なんかそれが多分混ざって、うん、こういう風に書かれてるんですけど、うん、本当にそんなことしたことない。あ、そうなんや、じゃ全くの嘘なんや。全くの嘘。で、この桃永パインっていうのは何なの。これはなんか YouTube を、うん、あのやるときに、うん、当時というかその何年4年ぐらい前かな、うんうん、YouTube って女優の名前使うとバンされるみたいな。なるほどね、はい、なるほどね、赤バンされるみたいなことがあって、結構生身なちょっとあだ名にしたりとか、うんうん、ああそういうことか、そういうことか、してたりとかしてて、うんうん、まあ、だからもう一個名前があった方がいろいろ活動の時にいいかなと思って作ったんですよ、うんうんうん、あ、そういうことね、はい、そうね、それがなんか美術活動もやってるみたいな感じで勝手な、勝手なこと書かれたってことね。あ、美大卒なんですか。そうなんです。え、ちなみに美大ではどういう専攻というか、はい、美大は、まあ、絵画専攻で何でもありみたいな感じでした、うんうんうん、もう現代アートで何やってもいいっていう、うん、美大でね、はい、すごいよ。それでお笑いも好きでということで。そうなんです、カタツムリさんで 今もカタツムリさん見に行ってたりするんですか。見に行ってるのはさすがにあんまり劇場は行くの少なくなっちゃう、うんうん、あ、じゃあ結構 YouTube 見たりとか、うん、あ、そうです、そうです、そういうのが多いということですね、はい、ラジオ聞いたりとか、クシュラジオ聞いてくれてて、はい、嬉しい。よかったね、リスナーさんデモ芸の会が何回も聞いてましたから本物じゃないですか、ね、ですお気に入りの回が即出てくるのはダメですね。デモ芸の回はもう詳細言えないやつで別に僕も俺も誰も聞いてないのと思って喋ってたら、それが一番跳ねたやつですね。気になった方ぜひ、はい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 、ぜひ聞いてください、デモゲーね、はいはい、ということでございます、はい、さあ、デジタル写真集を出している、はい、高田もなみさん絶対的スーパーナチュラルポーズブック高田もなみが好評発売中でございますね。はい、はい、はい、ちょっとぜひと皆さん、これデジタル写真集ですから、はい、ね、すぐ買います皆さん。これはだから、アンゴラ村長のライバルですね。デジタル、デジタル写真集といえばアンゴラ村長なんで、お笑い界ではね、お笑い界ではそうなんですいません、叶わないですね。いや、とんでもございません。写真集もよろしくお願いします、はい、ということで、うん、桜田さんにはこの後のコーナーにもお付き合いいただきます、うん、よろしくお願いします。健全な男の子を育成するトイズハート放送局。ここでトイズハートからお知らせです、はい、本日は人気のまったり癒し系オナホールバブ密着ビッグをご紹介します、うん、心地よく柔らかい肌触りが特徴の安心安全な日本製素材ソフトマテリアルを使用したこの商品、気持ちよさを優しく積み上げていくような使用感と、バブみを感じる包まれ肉厚ボディが特徴です、うん、バブみ感満載の素敵なお姉さんが目印のバブ密着ビッグは通販サイトファンザ様で限定販売中です。はい、ということでございまして、はい、こちらですね、こちら密着ビッグ実物ございますので、ございます、じゃあ南川さん持っていただいて、はい、高田さん指を入れて、うん、見てください、どうぞお願いします。あ、高田さん、あ、高田さん、すごい、あ、これどうですか、あ、高田さん、奥まですごい、なんか包まれ感がすごいです、うん、これすごいでしょ、密着してくる、かなり密着する、吸い付いてくる感じ、これもすごい造形でね、これをちょっとね、すごい、はい、よかったでしょ、すごい密着するんですよ、ね、これすこれを、ね、できてるということで、これぜひともね、はい、皆さん体験していただきたいんですけども、うん、ちょっと私も体験したいんですけど、そうなんですよ、ミノイカーさん、吸いついてくって感じで、宝田さんに持っていただいて、ミノイカーさん指を入れてください。あ、そんなに、あ、宝田さん、あ、あ、宝田さん、ダメ、あ、宝田さん、あ、復讐ラジオ聞いてくれてるんですね。復讐ラジオ聞いてくれてるんだ。復讐ラジオ聞いてくれてる人に入れちゃってる。あ
気持ちいい最高ですよ本当に、よかったです、すみませんね、このお付き合いしていただいて、幸せな人時はね、いろんなこと言わされてこんなお付き合いさせられてみんなに悪口言わないでくださいね。こちら2022年4月の発売以来、はい、この度ですね、全出荷累計本数が 45,455 個突破、すごい、はい、ね、皆さんご愛顧ありがとうございます。はい、今後もお客様へ安全安心な商品をお届けいたします。以上、トイズハートからのお知らせでした。トイズハート放送局、お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。はい、番組では皆さんからの投稿をお待ちしています、うん、メールは番組ページのフォームからお願いします。はい、大喜利コーナートイズハート寄せ、次回のお題はバカも休み休み家みたいなエロいことを言ってくださいです、うん、そして月曜日のお昼12時から公式 YouTube チャンネルでも配信されます。ポッドキャストございますのでぜひお願いいたします、はい、ということでございます。いや、あっという間でございます。宝田さんちょっと来ていただいて嬉しい限りでございますけれども、うん、もう今日でもう来たくなかったんじゃないですか。そんなことないです。本当に大丈夫ですか。本当感激です。感激、はい、お会いできて何か、ね、だからその、そうそう、それでなんかあとそのねラジオ今回ってない時に、その飲み会はいつ行われてるんですかっていうのは聞いてて、うん、南川と三助をねいつかぜひともね確かに一緒に行けばね、あとは、あとあの復習ラジオのゲストに来てくださいね、よかったらね、ぜひぜひ、あ本当にあれこれはですかっていうか逆にこの後の話はじゃあ南瀬さんぜひぜひちょっと、ちょっと呼ばせていただければね、三助も大喜びでございますから、ね、復習ラジオもテイスト変わる、いやでも全部言わ全部聞いてしまいますからね、でも復習ラジオはノーカットで全部聞きますからねだからあんまり良くないと思いますよね。さっきの話も全部ピーナッツで聞いてしまうからね。怖い怖い怖い、それダメですよね。そうか、でも芸人編もありましたけども、俳優編もあったし、アーティスト編もあるから。あ、そうだ、そこね、まだね、今回はちょっと。高田さん結構遊びすぎじゃない？遊んでないです、別に。本当に。でも、くどかれただけですよね。そこから先やったじゃないか。そうや。そうです、DM が来るとかそういうのも。そうか、そうか、含めてか。DM が来るんですか、やっぱり。まあ、たまに。例えばさ、あ、これは会ったことがない芸人で、はい、DM 来たことってありますか？それあでも会ったことなくても、うん、来たことはある方はいらっしゃるかな。あでもあ俺も聞くのよ、あのそうなの、あの DM 来るっていう人もいるから、そういう方法もあるのよ。ね、勇気いるけどね、やっぱ DM 会ったことがない人に DM 送るってね、ただ自分が知ってる方だったらいいですけど、うんうん、全然知らない、あの多少有名、なんか世間で有名でも自分が知らないパターンもあるじゃないですか。そうすると誰だろうっていうのはあります。そうよね、はい、でもそれ、それはさ、高田さんもいっぱい来ると思うよ、やっぱりそのみんな、解放してるんですか？解放してます。あ、はい、まあ、お仕事のこととかもあるので、ね、はい、それ解放せざるを得ない、折れないよね。いや、じゃあまたぜひともね、次回俳優編とね次次回のアーティスト編と、ね、今後期待あー、そのアーティスト編の、音楽 の、 そのジャンルだけ教えてもらっていいですか？ジャンル、予告のジャンルだけ、ジャンル、あれやね、ロッカーとか、アイドルとか、それともそのラッパーとか、あー、うん、ロックか、それで言ったらおーおー怖いな、いいですね、なんか南川さんって言ったらどん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 れそう、いやいやいや、ロックですか、わかりました、はい、皆さんぜひともね、ちょっとお楽しみにロックを調べておいてください、皆さんよろしくお願いいたしますということでございましょう。じゃあ宝田さん、またぜひ遊びに来てください。はい、ではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川と宝田もなみでした。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。